ナジムレ、1956年、ナジムレは、ハンガリーの政治家。閣僚評議会議長、ハンガリー移動ランジに、ソ連の侵攻に抵抗し、秘密裁判の結果処刑された。ナジは、ハンガリー西部のカポシュバールで、日雇い農家の家に生まれた。石組習いを経て第一次世界大戦に従軍、東部戦線に赴くが、ロシアの捕虜となり、 ロシア革命を経験した。これを起源として赤軍に参加し、ニコライ2世の処刑にも関与したと言われている。1919年には、クンベエラー率いるハンガリー表議会共和国の樹立に関与するが、ソ連に戻って農業調査に関わりながら、コミンテルンのハンガリー代表を務める。戦後ソ連軍によって、ハンガリーが占領されつつある中、ナジは、 ハンガリー共産党の一員としてハンガリー臨時国民政府に参加して農業大臣を務めた。共産党はハンガリー民主党を吸収してハンガリー勤労者と都会されハンガリー人民共和国の指導政党となった。1953年6月、ヨシフ・スターリンの死によって失脚したラーコシマーチャーシュの公認として首相に就任した。スターリンの死後、緩み始めた。 ハンガリーの共産主義に対し、民衆は低賃金問題や食料難にあえぐ、組織的なストライキを決行。さらに、ブダペスト重工業、軽工業地帯でもストライキが相次いだ。こうした自国の危機的状況を重く見たナジは、政策の路線を一新した。まず困窮する国民の生活を改善しようとし、社会主義の象徴の一つでもあった、農業集団化制度を緩める。 さらに、締め付けの厳しかった宗教を緩和、強制収容所を廃止した。しかし、その西側資本主義陣営的なやり方はすぐに、スターリン主義者たちとの対立を招いた。その結果、1955年4月に首相大臣に追い込まれ、同年11月、勤労者党から除名されてしまう。ところが、徐々に民主化、言論の自由を求める声が高まっていく中、 再び、ナジオ政権に戻そうという意見が国民に広まった。1956年に党に復帰し、同年ハンガリー動乱が勃発すると首相に復職。社会主義者や反共民族主義者との連立政権を組織し、一党独裁体制の解体、ワルシャワ条約機構からの脱退と、ハンガリー中立の表明など次々と民主化、自由化政策を打ち出した。しかし、 一度は手を引いていたソ連軍が再び侵攻を開始し、ブダペストを占領するという暴挙に至った。結果、ナジはユーゴスラビアの大使館に逃れた。ナジは、その後、交渉のため安全と自由を保障された上で、大使館を出たところをソ連軍によって拘束され、ルーマニアにその身柄を移された後 KGB による秘密裁判で1958年6月16日、 公主刑に処された。万六十二歳没。ナジの遺体はブダペスト郊外のシリーズ母園に埋葬された。ナジにとって変わったカーダールヤーノ氏はデモ隊など自由民主化を求める動きを徹底弾圧した。動乱が収まった後、カーダール政権は自主管理の導入など融和政策を取ったものの、ナジはあくまで共産主義を裏切った半島分子として扱われていた。 彼が名誉回復されるのはソ連でのペレストロイカとその影響によるハンガリー民主化運動を待たなければならなかった。1989年にナジの遺体の災害葬式が取り行われ、その際にハンガリー社会主義労働者党はハンガリー史において重要な人物であり、国家救済のために戦いスターリン主義を抑え、不正を許さず反革命と戦った。 彼は、道筋は誤ったが、民主的複数正当性を認める、社会主義の道と一体化したと声明を発し、事実上、ナジの名誉回復を行った。ブダペストのマートリスト広場に、ナジの銅像が建てられていたが、2019年5月に、同市内のヤーサイマリ広場に移設された。また、パリのペール・ラシェーズ墓地には、ナジの慰霊碑が建てられている。ありがとうございます。